小笠原さよ、シコロアリクレヘアン、東京オロワクエアイヌ語の復興と関係しています。イラストと刺繍によって表現しています。私は、アイヌ語が、話せなかったので、イラストに、アイヌ語を添えて描くように、作品を作るようになりました。それで、アイヌ語はユネスコの、消滅危機言語、消滅危機言語というのがあり、それの最も危険なレベルというふうに言われていて、今はそれを復興していこうというふうにみんな動いています。